潜水船に乗る方は世界中でもものすごく少ないと、まあ宇宙に行く人も少ないんですけども、多分潜水船乗る人の方が少ないので、やっぱりものすごく魅力のある仕事だと思ってます。窓があって外が見れる、でそうすると自分の目で詳細な地形が見れる、で心に感動ができる、まあ、これが一番深海6000の魅力なので、これからも研究者にとって大事であるということを前提に私らも考えたい。なのでやっぱり深海有人潜水船日本には必要だと思います。だけど現役の今まだ働いている研究者としては、今のところ一番数多く日本で数多く深海に乗った、人間です。1998年に、ポスドクとしてきた2年目に初めて沖縄トラフの伊平屋北熱水噴出口というところに潜ったんですけど、とにかく怖かった。最初は怖かった。で入った時も怖かったし、沈んでいる間もずっと怖かったんですけど、一旦海底に着くともう全然怖くなくて、まるで昔見たことあるちっちゃい時に川だとか湖だとかの時に素潜りして潜った同じ底の風景が見えていたので、一回海底に降りるとですね、全然怖くなかったんですね。でもうずっと楽しかったっていう経験でした。まあ、歴史で言ってのは1989年に建造されて、その次の年に 6500m、 1991年に、まあ、運用っていうのは調査が始まりましたので、昨日まで、2025年、6月7日、そこまで1857ダイブ、まあ、事故なく 大きなトラブルもなく安全に運用ができているっていうのが今深海2000と、まあ、これからも活躍していくだろうなっていう。ただ年齢としてはもう35歳、35年経過してますので、ベテラン、まあ、おじいさんにはならないですけど、まだベテラン状態。そうすると、やっぱ寿命ってやっぱ人間と同じようにロボットにも寿命がありますので、一番人の入るところの寿命が心配です。やっぱりそこまで来るまでには成果を上げつつ、新しい潜水船が欲しいなっていうのが私らの気持ちです。もちろんですね、科学サイエンスをする上で、有人潜水船と無人の ROV と呼ばれる無人の探査機はサイエンスの効率からいくとそんな変わんない。だけどそこに至る期待だとか楽しみ、とにかく英語ではファンって言いましたけど、楽しみの度合いが全然違って、そのサイエンティストがサイエンスをするモチベーションですね、をすごく与えてくれる船なんですよ、乗り物なんですよ。だから僕は40年近く飽きることなく深海の研究ができたと思います。40年経とうとしていて、まああとそうですね、あと10年ぐらいは使えるというふうに思っています。ただ何が起こるかわからないということもあって、僕たち、ジャムステックの 90% 以上の職員はですね、新しいのを作ってもっといい深海を作りたいと思ってます。なので、僕たちが思うだけじゃなくて、皆さんも欲しいと思ったらぜひ声を上げてほしいんですね。そしたら多分ですけど、もう一回新しい深海を作ることができる。で、なんで必要かっていうと、やっぱり人の有人潜水船っていうのは人の夢、人を乗せて、研究者を乗せて研究をするだけじゃなくて、皆さんの将来一度でも深海に潜れるかもっていう夢を乗せれる乗り物なんです。そうですね、僕が今もそのずっと研究の現場に居続けている理由は、まさに深海に乗ってその深海の世界に行って、そこで
リアルな世界を感じて研究ができる、そこにめちゃくちゃ喜びを感じてるんですね。それがあるから嫌なことがあってもずっと研究ができたし、今もハッピーに過ごせているっていうのがあるので、僕にとっての有人潜水船は青春そのものですね。最初は乗りたいで乗れた、嬉しいなんですけど、回数を重ねて、深海に乗って回数を重ねて、多分世界の誰もが見えなかったものを科学として明らかにすることができた時、その時に自分が有人潜水船を何て言うのかな、使って何かを成し遂げた人になれたと思うわけです。で、その瞬間から本当に有人潜水船でやる研究というものを楽しめるようになった。